しく出ました。ありがとう、嬉しい、楽しみですね。え、当落どれぐらいですか？11月6日の4部戦したの、わかんない、星だ。ちゃんと取りました。うわ、優しいやんか。ありがとう。落選？マジ？リアル話しか一部当選。リアルは人気だ。ありがとうございます、ね、リアル人気だよね。やっぱリアルに会いたいんですかね。当たり前ですよね。それあそこないよ。ほら見て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 。あ、ライトが欲しいってことか。うわ、一部当選、嬉しいです。やったー。みんなの当落情報で、あー今回は完売が出たなーとかすぐ分かっちゃうんで。ぜひ教えてください。で、オンラインのあの日どうなんだ。落ちた、ごめんなさい。あんたもかい。え、私おすすめした日はどうなったんだろう。私は自分で応募とかしないんで。いや、誰もしないか。誰もそんなことする人。それでさ、結局来ないわけやん。え、これ嫌だな。ね、反対にしたよね。反対に行こう。え、無理か、反対に行くな。いいよ、回転工事します。工事中、ナンバ工事中、ね、ナンバ工事中です。あ、ちょっと待って、今ね工事してます、ほら。え、これこのコロコロやる気ないのか。絶対絶対一緒にこのコロコロやる気ないよ。2日連続でやる。おー、やった、楽しみ、嬉しいな。嬉しいなぁ、はい、なんかさ、嬉しいなってさ言うと超棒読みに聞こえるじゃん。嬉しいなって言うとめっちゃ嬉しそうじゃん。なんか関西人めっちゃ嬉しそうに聞こえて羨ましい。え、ガチ伝えれば伝わるやん。だってめっちゃ嬉しいって言えばいいやん。え、なんかさ、そのさ、え、来てくれるって言われてさ、え、嬉しいって言うじゃん、うん、え、嬉しいって言われたらめっちゃ嬉しそうじゃん。え、ありがとうみたいな感じになんなくない。そのちょっとさ、うん、分かる、反応がちょっと難しいっていうか。あ、なるほどね。どっちも棒に聞こえる。ほら、やっぱり私本当に嬉しい時も棒に聞こえちゃうんですよ、やっぱり。今も配信しますよ。でも本当に嬉しいんです。嬉しいな。作戦会議、関西弁感情表現マジうまいですよね。ぽっちゃんと作戦会議。最近ね、ふわぽっちゃんっていうの好きなんですよ。誰ですか？もはや原型ないぽっちゃん。え、超レピーわ。うざい。うざいって。じゃ今ファンの人から言ってってきた。ふわのことも嫌いになった、このファンの人は。髪伸びてきた、それな。あ、それな、それな。でももっちゃんこの棒読み、あ、腕時計似合いそうですけど、普段しますか？しません。待って、腕時計、携帯があるからしないかな。こんばんは。なんでこれ、鳥取の人って山掛け人、中国人って言ってるよ。どういうこと、山掛けって。山掛け、山掛け、山陰な、何それ。え、待って、何山陰って。何やばい、山掛け、山掛け、何山陰な、何それ。影陰って読むやん。山陰地方、中国地方、山陰、中国、山陰です。山掛け人、でも確かにな、初めて聞いた人は、うん、初めて聞いたんだけど。こんばんは、皆さんこんばんは。ちょっと待って、コアの携帯が重すぎて。え、やば、初めて聞いたんだけど。そうでしょ、ちょっとこれ変えようかな。山陰地方なんて聞いたことないんだけど。ね、動いたから、まあ、おはようございます。いや、もう難しいですね、言葉って。もしたいんですけど、うまくスマホ受けなくて。あ、
からめっちゃさ、うまくスマホが明かりがあって困ってるんですよ。え、つなげたままそれ喋ってんの？うん、バンされるやん。え、されんよ、こんなことで。こんなことでこんなスマホ移動されるだけ。三掛けは初めて聞きました。いや、三院だって。三院か、わかんな い, じゃない。皆さんこんばんは、初めて聞いた。え、だって中国地方は聞いたことあるけど、うん、三院って聞いたことない。あ、まあでも聞いたことない人ないか。うん、三院で分かんなかった。普通に私がバカなだけですね。今嫌な音が。皆さん、もっちゃんのケース借りていいかな。いいよ。どうする？ふわ TikTok。 そうですね、作戦会議をします。作戦会議開始。シロップ変えようと。え、どうしよう皆さん。なんかでも、なんか本当に、いや、私たちが考えてるのはとりあえず共同赤作ろうみたいな話やな。でもふうやから言うん、こういうのはらしい。ガチで、ま、けどそのなんかもちろん協力はするって言ってた運営さんも。多分、多分だよ、分かんないけど。マジで何も聞いてないんだけどさ、あの何も聞いてない、そう、何も聞いてないから昨日の話から進んでません。そうなんですよ。なんでとりあえずけどさ、協力って言ってもさ、その NNB とさ他の事務所の方ってさ繋がってないじゃん、うん、だからどうやってアポ取るんだろうって話じゃない。そっちの人も、あの NNB 運営の方も、私たちも取れませんし、送ったとしても帰ってこないじゃん。分からんからさ、もうなんか電話とか初めての試みすぎてちょっとね混乱中なんですけど。そうだよ、紹介してもらうんだけど、その紹介してもらうって言っても100万人の人は紹介できる人を持ってないやん。みんな100万人が友達ですがいっぱいいるわけないから、うん、もうなんか一般の方でも行くしかないみたいな感じ。え、 DM って言うんですけど、私らインスタやってないからマジで。インスタも多分 DM とかもそうでやってたら強いんだけど、でもあの TikTok コラボしてくださいみたいな、アポ取れるんですけど、 TikTok は相互じゃないと DM は使えないので。それもやばいよな。うん、48グループの人にお願いするのもありなんですけど、48グループで100万人いってる人がいないので繋がらないんですよ。こう気は確かですから、よかった。いや、あれ本気本心が半分本心でしたからね。何が？ウエスピーしかおらん。あ、なんか知ってます、その人。なんかフォロワーが、うん、なんか1000万人ぐらいおる。なんでなんでなんで？ TikToker の、あのでも芸人さん。おお。あ、でもあの吉本新喜劇の、うん、あの方たち方々、うん、皆さんは結構 TikTok でもフォロワーを、あの NMB より多かったりするから、まずそこから芸人さんとか仲がいい。仲間さん、ありがとう。48さんだって。ああ、でもあのフーは別に仲良くなくない。あの仲良くないっていうか共演したっていうだけだから。でも私たち、でもあの結構その知名度はあるよな。そうだね、うん、私たちが選ぶ側じゃないので、なんかその一気に100万人の方にっていうわけじゃなくて徐々にって感じなんで。むずっ、どうしたらいいんだろうこれ。私たちがさ、TikToker さんにさ声かけるっていう、この前代未聞な、アイドルそんなことしていいんかっていう。怖い。芸人さんならな、まだ100万おる現役アイドルだって。お、シャケダさん好き。アフはその人 TikTok 見てます、めっちゃ面白い。TikTok 全然知らないんだけどな。そう、なんかさ、そのコラボ相手によってさ、うん、ちょっとなんかしないでほしいと思う人もいるやん。だからそのなんか怖いよね、なんかどっからどこまでがよくってダメなかがまだ。そ う, そうなんかさ、勝手にやってくださいって言われてさ、勝手にコラボしてもしダメな人とかだったらさ、マジで超焦るんだけど。しかもやっぱりフーアたちはこう普通にやったとしても、うん、それをファンの人がどう思うかにもよるし、
ちゃんとファンのみんなのことも考えてやっていかないといけないのに。でもね、インフルエンサーさんとかその TikToker さんに知り合いが全くいないので、うん、そうなんですよ。まあアイドルの48グループとかならまあいるんですけど、コラボした人に紹介してもらう。あ、そうなんですよ。あのいきなりこう100万人の方とできるって言われたら多分無理だと思うので、あの最初はこう、ね、わらしべ長者ってわかりますか？わらしべ TikTok、 そのなんか徐々にね、そう紹介してもらって、5万人の方がいて、あなたのフォロワーよりも多い人を紹介してくださいって言いに言うんだよね。あの簡単に言ったら、そうはこう人見知りなんで初めて喋る、絶対にこの人私に任せてくるむっちゃお願いとか言って本当には人見知りなんで初めて。でもこれ作戦会議してるのはいいけど、あれよ、まだ踊れないから、うん、タイムボムのあの何振り付け、クロちゃんこんばんこんばん、振り付けをまだ知らないからまだなんですよ。うん、そうなんですよ。私も知らなくて、そう失礼って、あ、違う違う違う、本当にそういう風に言われました、運営の方に。そうまだだから、そもそもねまだ声かけれないんですよ。私らもめちゃくちゃ難しいんです。しかも踊ってもらうって言ってもめちゃくちゃ難しい曲だったら覚えるのも大変じゃん、その人が、まあ、サビだけとかになると思うけど。はあ、うん、むずいぜ。まあ、でもさ逆に思ったんだけどさ、なんかさ、なんだっけ、あ、その曲作るとか、曲のあ、なんだっけ、振り付けつけるとかさ、うん、めちゃくちゃ時間かかるじゃん、うん、技術問われるじゃん、うん、でその服装もやつも技術問われるじゃん、変なの作れないしっていうのでさプレッシャーあるじゃん。ミュウとかはさ他のメンバーが協力できることじゃないじゃん、うん、お願いすることはできるけど、だからなんか私たちはまだ他の人の協力を受けてやることできるから、そう考えたらちょっと楽しそうだなとか思うんですけど、難しそうだななんてね。怖いんですよ。なんでこう友達てかバズれますかねタイムボブ大丈夫かな。大丈夫、いい曲だから。めちゃくちゃ私も大好きなの曲けど、なんかさ難しいじゃん。私たちがその踊るのが、他のあれがあったっけ、うん、アンダーガールズの課題、ラビグルメさんは15人とコラボですな、やんな、グルメコラボだから。うわそれもでもむずくない、いいな、うん、それもむずい、同じ多分と、あとはあ、はい、CM、 あ、シオンさん YouTube でシオンさんの何気にきつそうなんで、うん、シオンさんとミユが同じ枠じゃない、自分でどうにかできるあれじゃないみたいな。いやでもユナのが一番ねきついよね。あー、もうショールーム見て心が痛くなりました。ゆっくんのはねちょっとね、ねえ、なんともこっちからは言えないんですけど、でもゆずはさんの作詞作曲は大変だと思うんですけど、すごいかっこいい歌できそうなりそうな。ゆずはさん仲良しなんで昨日いっぱい話して楽しかった。いったよっくん舞台頑張ってるかな。ね、本当にどうしよう。え、どうする、だってコンサートまでだよ。むしろどうするん、その自分も覚えなきゃいけないし声もかけなきゃいけないんでしょ。なんかさ一番嫌なのが自分たちのせいで達成できなかった時が一番きつい。悔しいよな、うん、申し訳ない。目標は言ったもん勝ちなので。
できることからやりたいんですけど、そのできることがあんまり思い浮かばない。でも絶対達成したいです。そうね、もうだってどうなる、悔しいもん。達成したらご褒美がもらえるんですよね。皆川さんが20万人、エルフ荒川さんが37万人。えでもさ、その芸人の芸人さんの方に、あの自分より上の方のフォロワーの方紹介してくださいって言えない。そんなの確かにわらしべだからそういうしかないんですけど、リンクしてうん、出たその笑い方。おさやん、ありがとう。怖いよ。エリちゃん、マックできるかな。48だけど、東京なんでね。ムクイさん、ありがとうございます。そうなんだ。皆さん、はい。え、吉本芸人のウエス P さんの TikTok フォロワーは、1000万人。え、来た、私も。しかも吉本なんですか。え、一発クリア最短クリア。え、ガチですか。こう私たちの人脈を使ってとかでもないミッションなのがちょっとすごいよね。すごいな。どういう系で TikTok やってるんだろう。なんかあの海外向けとかだと思う。あ、ね、何回か見たことあるけど。交渉力もう可愛いです。フォローお願いします。しか無理。コラボお願いします。言う手段がないんですよね。20までたどり着けたら200万超えだって。え、23、200万人いるんですね。すごい。23？ 23。あ、Thank you。23。すごいな。曲解禁するまでスタートできないよね。確かに。キュルキュルせなあかんで。適当に踊っちゃう？基本的なにこいたいちょっと言って違う振り付け。オンラインの話会でリアル話ちょっとやるし。本当ですか、ありがとうございます。100人ぐらいを目標にしてみれば。どういうことですか。みんなもう話し会撮ってくれましたか。海外向けでしたら達成しやすくなるね。確かになんか海外向けの動画を撮ってる方ってめっちゃいいねもらってるよね。撮った？本当？リアルお話か、あ、おめでとう。リアルお話か皆さん当選しましたか。はい。え、ありがとう。えっちゃん来てくれるの。何の日、日程の時に来てくれる。11月5日です。え、本当？ふわちゃんに会いに来ました。まだ決まってないけど絶対可愛い日です。ふわちゃんに会いに来ました。ありがとう。ふわちゃんに会いたくて。ファンの方の、ファンの方の、いや待って、女の子、ふわちゃんに会いに来ました。会いたかった。え、ね、接触禁止の時の。 OKOKOK。 はい、はい、OK です。ふわちゃん会いに来ました。ありがとうございます。ちょっと会いたかった。初めまして。名前なんて言うんですか。え、ももです。ももちゃん、かわいい。ありがとうございます。どうしよう、かわいすぎる。次もちょっとやめてください。ちょっと下でさ、いやー、はい、ありがとうございます。もつだけおさわり会になる。あ、コーナーアジさん、だるまありがとうございます。投資ハートありがとうございます。何を見せられてるんですか。だってでも女の子って何マジで。え、怖い。ちょっとカメラ下にしたらダメですよ。なんで。見てみんな、今日のフワの服装これ。
ドクロかっこいいです、めっちゃかっこいいよ。え、ちょっと違う違う違う、何これ、分かった、かっこいいのは分かった、かっこいいのは分かった、デキンですって言われた、デキンです、見てください。でね、ドクロなんですよ、紹介していきますね、このドクロ、すごい不安の口なで、あの後ろめっちゃ可愛いんで、ちょっと写して後ろ、いいよ、イエーイ見てください、このストロベリーでヒステリックって書いてあるんですよ、可愛いでしょ、うん、ヒステリックグラマーのヒスのやつです、ヒステリックグラマーね、これはね、マミが着てたやつもらった、てか勝手に撮った、え、マミをどさくさに可愛いですよ、朝尾だ、お誰だ、おじゃる、呼び捨てすんな、パンク系ロックです、これはヒスヒスヒステリックグラマー、ヒステリックグラマー、ね、今日聞いてほしい、え、聞いてほしい、この話をねマジでしたかったの、あのね聞いてほしい、何何、え、まず私今日歩いてたの外ね、でそしたらなんかどっちハート、ありがとうございます、そのどれぐらいだろう、50歳ぐらいのおばあちゃんの集団がいたの、うん、でその人たちがなんかお疲れ様ですみたいな感じで話してんのかなって思ったの、うん、そしたらずっとララララララで会話してんの、えララ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 みたいな感じで、えっと思って、嘘やん、本当なのこれ、うん、私メモもしたからね、これの話をどっかでしようと思ってメモした、ずっとラで話してんの、どういうこと、ララ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 みたいな感じで、え、本当なのこれ、で私びっくりして一回振り返ってなんだろうと思って、50歳おばあちゃんって言うたら怒られるぞ、あ、おば、あのマダムがあった、そう、マダムがバビゴ、バビゴではない、カズさんありがとう、え、やばくない、ラララライ体操してるのかも、だってえ、かもしんない、私もびっくりして、え、どういうこと、ラララララ、だからなんか例えばこの人がララみたいな感じで話して、まあそれはちょっと聞き取れなかっただけかもしんない、だけどララララみたいな感じで話して、怖いと思って、で私本当に怖って思って、おじゃるあとなんか星ありがとうございます、なんか星ありがとうございます、え、びっくりしたのよ、どうしはった、体操はしてなかったかな、けど本当にラララララって喋ってて何語なんだろうと思って、あ、早く TikTok 撮るとこだった、なんかあの世にも奇妙な物語に出てきそうな話、うん、ラで話してました、日本人じゃなかったんじゃない、え、うん、日本人、え、怖い、え、怖いんですよね、そういう感じ、なんかふわ、あのお化けよりこう、なんかふわ、あなたのことが好きみたい、あのさ、カズさんありがとう、カズさんだるまありがとうございます、で、作戦会議どうしよう、全然話が進んでない、ハートがたんでお化けより人間が怖いTikTok のあれ何不安なんやけど、確かに私たちのフォロワーを合わせたら 27,400人になるんだって、 TikTok の100万まで98万しかも被ってる人も多いからね、どういうこと、被ってる、多分1万人くらいは被ってるんじゃない5000人くらいは被ってるし、まあ私たちが合計で100万人じゃないので、じゃあありがとう、2万9000かとだって、2万9000、3万人約98.3 ぐらい、うわカフェオレありがとう、笑ってる場合じゃないよ、もっちゃんだって違う、私だってもう笑えてきちゃうのよ、あ、そう、あのカズさんありがとう、え、すぎて、あの、え、じゃあ、あなたはどうやったらいいのか解決策を教えてください、私たちはもうめちゃくちゃ考えてるんです、こんなにも考えて、昨日もね、ずっとね、本当に考えすぎて、もう私、モバメでも書いたんです聞かないでいいですよ、聞かないで、え、本当になんかちょっとおかしいと思うんです、本当に分かんないです、私は、だってまださ曲もさ出てないのにさ、どうやってさ TikTok で広めていくんって感じじゃない、確かにそれはまああるよね、そうだからもうちょっとあの詳しいことを教えてほしい、私も、あ、カズさんだるまありがとうございます、
ケラケラね笑ってるわけじゃないんですよ。好きな TikTok 教えて。あのおたまじゃくし中西さんが好きです。あの吉本所属のあの人間のあなんかいるいるにいるいるなんか日常にいる人間の真似をしてるって感じになってます。うわ嬉しい。めっちゃ面白い。日常がよく知れますよ。私わかにゃんも大好きなんです。ありがとう。私はね、TikTok 誰見るかな。TikTok なじむ、なじむぞ。ミルキーとコラボしてもらって、経由でネオちゃんとか、TikTok か。若林ももちゃん紹介してもらう。若林ももちゃん、私大好きなの。私あの子の顔になりたいんです。あのもうお方、あの様様。モモ様の顔になりたい。次流行る曲はこれ。若林モモさんの顔がもう大好きなんです。そうなんだ。なんかめちゃくちゃ可愛い。私の一番可愛いところあるやん。うん、あれはなんかフルーツジッパーさんがもう次流行る曲はこれって言ってやり続けてバズったんだって結局。じゃあ私たちもそれタイムボムが流行ると思って。次流行る曲はこれ。あいいやん。個人的にミルルンとのやつみたい。あ、ミルさんのミルさんと一緒に撮りたいです。あのミルさんの新曲かっこいいじゃないですか。うん、あのなだだだ見てて、めっちゃ見た最近。プロデュース48のさ、曲をさ TikTok 上げてて見てた。あー、なんだったっけ、あの ルマあったルマ、あのキラキラエバー、ルマルマルマで、ふわもちょっと待ってる。ミルキーさんのフォロワー 15.8万人。でもさ、ちょっと待って、普通に考えてください皆さん。え、ちょっと待って、普通に考えて、あのね、特に特に特にっていうか、あの知らない方に声かけるのも難しい話なんですけど、 OG っていうんだっけ、オールド、昔のメンバーさん、卒業されたメンバーさんに声かけるのも結構きついですよ。なんか緊張してるし、だってかぶってないんですもん。あ、声かけれない。だるま、ありがとうございます。みるるんからジュッキーや中町 JP さん経由で中町彩さんとかは、あーでもあのミルキーさんね、そこはでもまだ可能性あるやん。 OG さん確かに。だってだってさっきはなんで飲んでだってごめんなさい、あの電波が今いけますか。今なんか Wi-Fi みたいなのつながっちゃったみたいで。なんかいける、なんか一瞬でさ、なんかループなったくなった、うん、いけますか。聞こえますか。なんかいや Wi-Fi がつながったのかわかんないんですけど切れちゃいました。ゆいながグルメでコラボするから一緒に参加したら、えでもなんかあったら失神します。別々じゃないですか、個人とペアって。だからなんかそういうのって一緒にやっちゃっていいんじゃないか。あ、よかった、ごめん、ありがとうございます。バグった、なんか一緒にバグってえってなって Wi-Fi がなんかおかしかったです。でバッキンバーバーバー、あ、プルプル塗ってる。なんでちょっとね怖いんですけど。何が？できるかどうか。とりあえずおたまじゃくしさんとコラボさせても、え、マジでコラボしたいんですよ。あの人めっちゃ大好きなんですよ。もう面白すぎて毎回見てます。でもラムレーズン最近さ、私ちょっと全然踊る予定もないのに臭いものをめちゃくちゃ聞いちゃうんです。冷蔵庫に入れてたラムレーズンがないわ、半分だけ残して食べるつもりだった。ふわりん、ちゃんちゃんちゃらんちゃん、
いや声かけてもらって、あ、もう会ったら私多分倒れちゃうかもしれないので。気づいた時おとまじゃくしさんは2ヶ月前に解散されましたって言ってる。でもあの TikTok は個人でされてるから。おだくがこれから100万人ユーザーになるのっていいよ、コラボしようじゃないか。ふわねの声見たいわ。うん、ふわま何が。ふわの睨みつける顔が見たい。うわ、こっち見て、睨んでみて。そんなんじゃないでしょ。あのジオの投稿ツイートの出た、ジオの投稿これ、これです。待ってて、初見の人どう思うかな。これめったにしない顔なんです、許して。あのさ、ソフトクリームやめろ。ソフトクリーム、ソフトクリーム、確かに全部くんですくてちゃおいしくない。ゲスな夢やってみたいんですよね。でも私ゲスな夢、もう会ったら何も話せなくなるんで、いきなり。え、そうだって人見知りだから。いや、もっちゃんは違う。ここに横に本当の人見知りがいるのに、そういうこと軽く言わない方が、うん、じゃあどうするの、ミルキーさんとかと会ったら。え、死んじゃう。どうなる、私も死ぬよ、うん、お互い推しやったやん。死んじゃう。死ぬよ私も、うん、死んじゃう。無理無理。私も無理だよ、目見ることは。うん、見れない見れない。ちょっとこれもこれも私もできない。床しか見れない。あの美しすぎて見れません。そんなこと、ゲームオーバーです。本当に NNB の良いところ教えてだって。渚さん、あ、確かに渚さんとなんか大喜利。NMB の良いところだって。 NMB の良いところはノリがいいですかね。あ、面白いかな。そう、すぐギャグに持っていくところとか、うん、面白い。ツッコミしてくれるところ、はい、ボケたらツッコんでくれる。あと歌がなんかうまい。なん歌がうまい、うまいけど、あの面白い曲が多いから大阪だなって思います。アットホームな職場です。とりあえずバズりやすくするためにみさきちゃんに英訳してもらったら。お、いいよ。英訳？英語でそのなんかの参加じゃない、や、略してもらう。あー、どういうこと？海外の方に向けて英語翻訳みたいな。あーね、うん、のぶちゃんだるま、ありがとう。だるま、ありがとうございます。韓国語訳をもうしおみんに手伝ってもらった。あ、確かに、あのしおんにさ韓国語翻訳みたいな。韓国語ね、韓国語のなんか韓国語レッスンみたいな、韓国語講座を受けてるみたいな。タイムボムやな。え、ずっとタイムボムを踊る。バーン踊るん。わかんない。あ、違うよ。私たち、あ、コラボした人とはタイムボムを踊ってほしいの。なるほどね。まあでも普通に、普通 TikTok とかじゃなくて、私は写真が撮りたいかな。どういうこと？あのコラボしてくれた人。なこちゃん、私踊れるかわかんない。これ何だ、これ何、これ、なんちゃら玉、ありがとうございます。キングマンさん、これ何ですかね。やめて、ありがとうございます。このストロベリー美味しそう。食べないで。ゆうちゃん、ありがとう。作戦会議とか言って何も進んでないです。作戦会議のつもり、合計で100万人ではないです。100万人の人とです。無謀な戦いになっていますけど、私たちは諦めません。諦めない、目標は諦めない心。目標は、それは好きな虫見て、諦めない心っていう感じで新曲をこうやって、これが噂のモツハラカーだって、こうやって新曲をこうやってね、ちゃんと使っていくっていうね。ムクエナちゃん、関東の子だけどユニバで撮影してるから出会ったりしないかな。ムクエナさん、あ、知ってる、
マジ YouTuber さんや、福江のチックっていう YouTuber さん、面白いよマジ、うん、見てみようか。曲がね解禁されたいですよ、ね、いやマジで早く歌いたい。私はもう昨日からずっと歌ってるからねうわ、まあ、あのデモの曲ずっと聴いてる、あのまださ、そうそう、私たちの声がないデモの曲、歌いたすぎて一番最初に教えてくれる人の声、ここまで出てる今。いや私昨日何なら歌いながら返したからねバレるバレる私とすれ違った人全員分かっちゃう。11月後もっちゃんも行くけど怒らないでね。あ、大好き。全然怒らないですよ。え、大好き。チューしてもいいかな。全然怒ってないです。チューしてもいいかな。ダメです。ミルル経由でこっち向いて、ちょっと待って、うん、太陽くんの彼女のみくまるるちゃん。うわ、めっちゃ可愛い子やん。みくまるるさん、めみくまるるさんか、めっちゃ可愛い。私のドタイプな顔、本当に可愛い。ドタイプな顔。何、こっち向いてってえ、それさ、このをするためにこっち向いてった、うん、もしかして、うん、チーム8の本田ひとみさんに連絡してる。あー、ちょっと私アイズワンのファン、アイズワンさんのファンなのでちょっともうお会いしたらもう死んでしまうかもしれない。逆にもう、まあでもあの仕事とは切り替えるんで、こうやって、おはようございます。いきなりで、今は正しい時、やばい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 本当にめちゃくちゃ好きだ。アイズワンさんな、かわいいもうめっちゃ好きだったな。うん、じゃあもっちゃんのファンはわかるけど、ファンもかわいいな。曲はすごい好きで聴いて、ドキドキしてきた。ドキドキしてきた。私のごはおはこ、おはこ違う違うよてってってってでも私ね、ちょっとそのアイズワンさんのあのライブ行ったことあるんだけど、うん、そのライブであった出来事話していいかな。もっちゃんにのとこ行ったらもっちゃんにチューしてもらえるの行くしかない。うん、全然行くよ。あ、全然もっちゃんにチューされるのが嬉しいんですか皆さん。え、うわ、チューする、まずしないよえ、ね、ちょっと聞いてほしい。そのね、ライブ行ったの、うん、でさ、そのライブで私なんかお姉ちゃんと行ったんだけど、盛り上がるのがすごいね、恥ずかしいと思ってたの。あ、なんかそのさ、キャーとかやるのも恥ずかしくて、全然その時は声出していい時、全然コロナなくて、うん、高1だったから、うん、2年前とか、うん、3年前ぐらいかなんですけど、その声出してよかったから、うん、全然声出せるのよ。でお姉ちゃんは軽くしか出してないのよ、うん、キャーみたいな。で私は本当に恥ずかしくて、なんか平然を装ったんだけど、周りの人はみんな結構興奮してね、キャーみたいになってるの、かわいいみたいな。私はもうかわいいくらいしか出せなくて、なんかそういうのすごい恥ずかしいなって思ってて、でもその恥ずかしいなって思ってた自分が逆の立場にいるわけやん、うん、って考えたらなんか恥ずかしくないわと思って、うん、そう、え、すごいね、恥ずかしかったの。でもわかる？え、コンサート行ったらさ、どう？ファンとして行ったことある？ライブとか。あ、声出し OK の。ちっちゃい頃はあるかも。ちっちゃい頃、そんな中学生とかはちょっと恥ずかしいと思わない？あ、確かに、まああのキャー横ちょっと見ちゃう。そう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 、周りの人にうるさいと思われないようにみたいな感じで。確かに、でもなんか高校からこっちからこの子の立場になってからだと、やっぱりこうキャーって言ってくれる方が、そう言ってくれるのが嬉しいよね。すごい嬉しい、テンション、こっちのテンションが上がる。当然ありがとうございます。こんばんは、楽しみにしてます。いやでもね、思ったの、そう、ファンの人がやっぱ反応してくれる方が嬉しいじゃん、こっちからしたら、うん、あの今はマスクしてるから、もう目しか分かんないからさ、ちょっと笑ってるなとか思ったら嬉しいじゃん。だからその時の自分めっちゃ不愛想だったんかなって思って、ちょっとなんかあーって思いました。え、今何時？わかんないえ、早くから閉まっちゃう。え、アイカは？え、アイピはいつでも大丈夫。あ、そうなの。53分だって。やばい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 、何時に閉まっちゃうの？え、もうあのもうそろそろ早く。じゃあ無理や。あ、違う違う、ちょっと待ってください、ね、調べて、ちゃんと今フワが調べています。え、だってさ、うん、
営業時間あれ？ラムレーズン。ご飯じゃないんです。ご飯みたいなもんか。どこ行くかは内緒。あ、営業終了9時だって。全然いけるやん。いけるいける、頑張って。もうじゃあちょっとでもランキング読んだ方がいいと思う。じゃあさっきランキング読んで。そうだな。かずちゃんありがとう。じゃあですね、調べたい調べてる時間も時間なので、この後は ね、 結構ね、かき氷を食べるんです。言ってるし。えあ、言っちゃダメだった。今隠してたのに。あ、ごめん。なんでしょうねって言ったのに。ごめん、かき氷食べる。よくないよそういうの。よくないよ。どうすんのそれでさ。怒られた。13位から見たいと思います。13位が北斗真剣健志郎さん、ありがとうございます。12位がタカさん、ありがとうございます。11位がエイジさん、ありがとうございます。そして10位がティングさん、ありがとうございます。聞く悩みはどこ行く、あもろ。そして9位がトミー、ありがとうございます。ありがとう。そして8位がコーネおじさん、ありがとうございます。ありがとう。そして7位がアスちゃん、ありがとうございます。ちらっとおもらしして、何言ってたんですか。ぬくいさん、ありがとうございます。で、花火大会今日あるよね。明日か。明日だ。明日。めっちゃ行きたいのに公園なの。うん、そう思った。しかも昼夜公園だから、うん、勝ち目は希望がなくなった。5位がエダッチ、ありがとうございます。淀川みたいな。4位が江戸川。リカちゃん、ありがとうございます。江戸川区って違う。東京だ。淀川か。うん、淀川ふわの親戚の家。淀川ってどこにあるの？いとこじゃない。お母さん。めちゃくちゃ行きたいんだけど。3位が投資、ありがとうございます。絶対 MC で花火のこと話そう。あるかわかんないけど、しきり。あ、そういえばTikTok をね、間違えてブロックしちゃって、もすいません。なんでどうやって間違えてブロックすんの。わからんの、なんかびっくりしちゃって。もうブロックあんま、ブロック本当にしないんですよ。どうやって間違えてブロックを倒すの。寝ぼけてたんだと思います、普通に。寝ぼけすぎじゃない。なこちゃん、ありがとうございます。ありがとう。淀川いいな。そして1位がカズさん、ありがとうございます。絶対に行けないですよ。ありがとう。だって終わったら10時とかになりますもん。ありがとうございます。みんなありがとう。泣いた。じゃあ私もそろそろね、ランキング読んでいきたいと思います。日頃一口、13位カルちゃん、ありがとうございます。12位くんくん、ありがとうございます。11位タツオジ、ありがとうございます。10位、なんて読むの、王魚、ちょっと読めない、黄色い魚、王魚さん、企業。なんて読むんですか、わかんない、漢字読めないよ。ちょっと助けてください。あ、待ってるね、待ってます。ちょっと皆さん教えてください。27、28ヒリウル公園ってな、結構ハードな2日間になりそうなんですけど、お願いします。ちょっと教えてください。IC かき氷、私も食べに行った。もうね、かき氷大好き。一旦ちょっと飛ばしますね。後で見ますね。11位、ケンケン。ありがとうございます。10位、つのきち。IC にありがとう。ありがとうございます。淀川、花火、昔いいから。淀川、9位、みもの、ピ、ありがとうございます。花火、どこ行くと。8位、吉田さんちの数、ありがとうございます。8位。7位カルちゃん、ありがとうございます。6位イちゃん、ありがとうございます。かき氷が喜ぶ。5位ユージ、うん、お話、ちょっと待って、お話し会取れた、あ、ありがとうございます。やったー、久々に話せる。4位カネゲン、大好きだめし、ありがとうございます。みんなちゃんとお話し会来たことしない。3位カフェオレ、ありがとうございます。みんなにね、ビスのお礼も言いたいです。小山さん、絶対来てくださいね。たくさんそう、わ、ありがとうございます。楽しみ。もっちゃんは来た人にチューするらしいです。うん、全員にチューするよ。1位ジンくん、それ嬉しい、わー、ありがとうございます。
チュープラス、ありがとうございます。チュープラス、王魚、王魚さん、ありがとうございます。チュープラス、ごめんなさい、ちょっと私の漢字不足でしてね、ありがとうございます。チュープラス、え、まずじゃあ練習して。チュープラス、まつげのサロンをしてあげます。はい、して、やばいやばいあれどういうこと、チューするって言ってたのね。どういうことどういうこと、こういうファンの人も多分いると思うよ。するって言ったのにしないなんておかしくないね。皆さん、もしフワがあのこの画面外から消えて、あの音沙汰がなくなったら110番通報よろしくお願いします。これがいたら終わりあれが見えたら終わり桃が見えたらはい、ではね、ちょっと全然作戦会議できてないんですけど、まあでも、まあ一旦共同赤作ろうっていう話にはなってるんで、皆さんぜひフォローしてください。間違えたフォローしてください、ぜひ。はい、そしてね、早くインスタグラムを始められるように、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。皆さん、では皆さんありがとうございました。バイバーイ。バイビーノー。ありがとうございます。